か、頭でっか。うおー、裏来た、裏やって、おい、おい、やばすぎ。このゲームは覇権を取る。というわけで、こんにちは、グリードです。今回も新作 FPS のクローズドテストをやっていきたいと思います。今回はフラグパンク。だいぶ前からリクエストもあったし、僕自身もすごく期待していた FPS になります。本当によくできてる。いや、マジ今年一かもしれん。開発はネットイーストバッドギタースタジオですね。中国のところなんだけどね、もう最近の中国のね、開発力ほんと凄まじいですね。対応機種は PC と Xbox のみでした。で、リリースは2025年予定です。まず、基本システムとして、5対5の爆破ルールになりますね。いわゆるバロラントみたいなゲームです。キャラクターごとに固有スキルがあるっていうね、まあ本当にバロラントに近いんだけど、まあ ADS があるっていうところで、非常に操作性は COD に似ています。このゲームの特徴的な要素としてカードシステムっていうのがあるんですけど、これはですね、ラウンドごとにカードを一つね、選択して特殊スキルを適用させるっていうね、ものなんですけど、まあこれがね、非常にまた面白いんですよね。まあこれプレイしながら説明していこうかなと思います。で、まずね、メインメニュー画面。これね、結構わかりやすくて非常に面白い。まずこのメインのね、爆破ルールがあったり、エンターテインメント、このチームデスマッチとかね、フォアキャプチャー、ウォームアップバトルとか、いわゆる COD みたいなリスポーンルールが存在もしていて、まあ、打ち合いの練習とかもできると。で、もちろん訓練所もあります。チュートリアルだったりね、AI トレーニングもあると非常に優しいですね。で、カスタムもあります。で、ほんとすごい、充実してる。ストアもね、なんかもう結構ほら魅力的なさ、なかなか買いたくなるような品がだいぶ多いんですよ。日本人受けしそうだなっていう、まず第一印象として。早速検索していきましょう。で、これね、検索中もね、ウォームアップ、訓練所、射撃場とかにね、入れるんですよ、検索中。いや、ほんとね、もうユーザーのかゆいところに手が行き届いてるよね。この時点で非常に評価高い。今年出た新作 FPS でこんなのできないから、とか。ルール作成、はい、まずカード選びからですね。これランダムでいろんな要素のカードが出てきます。これをラウンドごとにチームで選んでいくっていう感じね。スキル回数プラス1いいですね。はい、キャラクターは、まずはこのマッシュちゃんでいこうか。はい、武器ね。ほら、これわかるかな？まあ、どの武器も選べるんだけど、好きに。使用回数っていうのが書いてありますよね。これはですね、この状態でやられてしまうと、この試合では使えなくなりますと。だから、勝ち続けていれば、ずっと好きな武器が使えるっていう感じになりますね。じゃあ、僕のキャラは、これ回復が一応できる。そう。体力はね、自動回復ではないんですよね。ね、これ。ちょっと今のスキルよくわかんなかった。敵はスモーク使ってきたね。はぁ、あ、何で死んだの？僕もね、まだもちろん全てのスキルは把握してないからね。ナイス。とりあえず防衛1ラウンド目取りました。味方のラストキル。これ、ね、ファイナルキルあります。はい。また新しいカードですね。名刀。お、みんなこっち選んだ。ビッグヘッド相手。これ多分敵チームは、うちらの頭がでかくなってますね、これ。敵視点からうちらが、あー、頭でかくなってるこれだ。そう、これ。あ、うちらも見えるんだ。だから、これ、敵チーム当たり引いたってことだよね。ヘッドショット判定が敵は、でかくなってると。そして、これスキルの刀かな？名刀。これで、弾弾けるって書いてあったから、これでとつってみるか。ちょっといきなり変わりだねすぎるな。見せた、このゲームの見せたかったものとちょっと違う気がするけど。よいしょ！いや、まあ、ほら、楽しい。うわぁ！すげえ、この刀！うわ！弾弾きながらね、刀で攻撃できるっていうの。ゲンジ、ゲンジ。オーバーウォッチのゲンジや、これ。はい、こんな、まあ、ユニークなやつもあると。あれは結構レアだと思います。はい。そう、結構もう連続で死んじゃったからこの武器使えなくなってるね。今回ね、コントローラーでプレイしてるんだけどね、エイムアシストもありますし、非常にね、操作性いいですね。まあ、COD ほどではないけどね、かなり操作性はいい。そこいるっぽいな。OK、ナイス。
あと A に行ってたよね。裏。OK、ダボ。で、このキャラクターはね、地面にね、こう投げ物入れるとね、回復ができると。そう、自動回復じゃないからね、結構この回復できないキャラっていうのは非常に難しくなってくるね。ジャンプした後結構移動できるんで、あれですね、ジャンプピークができるね。まあ、スライディングができない分、こういうのでクリアリングしていけって感じかな。この上いますね。オッケー、ワンダウン。見えてるよ。もうワンダウン。もう一人先輩いたから。オッケー。なんかすげえエイムガクってなったら今。あ、いましたね。あれ、毒ガスかな。敵に当たればって感じだろうな。オッケー、ナイス。オッケー。確か4ラウンドで終わりだった気がする。多分ランクモードは変わるかもしれないですけどね。よし。相打ち相打ちあるんか、これ。でも結構足音でかいっすね。マジで。オッケー。ちょっとスナイパースキルのキャラクター使ってみましょうか。頭でっか。うおぉ、やばすぎ今の。これ COD 競技勢絶対強いわ、このゲーム。そこまでいる。はい。待って、これスナイパーキャラ強すぎじゃね？固有、普通の固有スキルでスナイパー使えちゃうのずるいやろ、これ。おい。おい、もう一枚。今これマッチ検索中だけど、射撃場に入っております。スライディングができないことによって、なんか、スナイパーちょっと強すぎ問題はある気がするんだよね、これ。COD の場合ね、スライディングキャンセルがあるから、まあ、基本的に街が弱くなってるんですよね。うん。これ、ただ、街が今のところかなり強い。まあ、スキルをね、駆使すればって感じですね、あと。でもこれ強いよな、スナイパー。敵は HP を回復できない？何これ？ずるくない？いいんか、これ。強すぎ。え？しかもこれ一生使えるやん。このキャラクターメイン武器なくてもずっと戦えるやん。B シフトだ。B シフト、B シフト、これ。これはシフトでしょ。まあ、これはね、COD のサーチ&デストロイの経験ですからね。はい、これ B シフトいける。右る。オッケー。ラスト。はい、オッケー。いやー、これ COD のサーチですね。もうね、ストッピングがなくて ADS ができるってなれば、もう僕のもんですよ、これ。COD ですよ、これ。ナイス。あり？性別？やり？ラストワン？寄ってきてるはず。まあ、設置できるかな。設置できそうだな。上いんの？それ。大丈夫、大丈夫。はい、オッケー。上いけんのか？わかんなかった。ナイス、設置。削ってる。こうやって正面やれるかい。変わろうか。変わってあげて。いやー、裏来たか。このさ、あのテレポートキャラのエッチお姉さんで行こう。テレポートしてみるか。ウィーンって。でこれで好きな場所にテレポートできると、敵の位置は移んのかな。あ、ショットするから、あの辺いたっぽいな。ここにテレポートしてみる。終わったわ。スライディングはカードのスキルだ。あの床が氷になるカードを使うとスライディングが使える。最近の FPS スライディングゲーばっかだから、まあ差別化っていう意味でもいいのかな、これ。あ、ほらほら。なるほどね。はい、面白い。床が雪だからスライディングできるよっていう。面白。
いやーきついな、さすがに。おお、3対3になったから、これ、デュエル。一人ずつ 1v1 していくってやつだね。ラスト、タイマンバトル。OK、ワンダウン。これ、勝ち続ければずっと僕ってことだよね。そうだよね。OK、全員抜いてやろう。オッケー、逃げる目任せろ。いけるいけるいける。え、絶対ラグじゃん今の。え、ラグいでしょ今のは。ちょっともう頑張れ。あとしかも体力回復しないから相手18のままでしたね。あ、遅延75だから、うん、回線悪いです。回線のせいですこれで、その最後のラウンド決めるっていうのが、いや、これね、大会とかだったらめっちゃ盛り上がると思うんだよな。これすごい面白いシステム。さあ、スナイパーずるいね、やっぱね。はい。二段飛び？ジャンプマスター？あ、ちょっと、ほい、ほい、あ、ここも登れる。なるほど、面白。すげえな。めちゃくちゃ種類多いな。もうこんなん、ぴょんぴょんしながら戦えばいいんじゃないですか。COD やん、あの昔の。ブースト COD だよ、これ。いや、こんなんね。過去の COD を経験してるもん勝ちでしょ、これ。削って。裏来た。裏やって。おい。おい。やばすぎ。間に合うかなこれ。あ、いけるわいけるわ。やーば、俺 COD やん。コールオブデューティーアドバンストウォーフェアやんこんな。これはね、もう。約もう10年前の COD をやってるからこそできる技ですね、これはね。まあそろそろこのゲームの感想を喋ろうかなと思うんですけどね。まず総評。いや、かなり高い。今年出た FPS で、その最新作、完全新作 FPS として、下手したら95点いくかもしれないですね。グラフィック、アイディア、ゲーム性、キャラクターデザイン、課金コンテンツ、いや、その他いろいろ含めても非常にこれ評価高い。あと、設定類もね、かなりこう、いろんな FPS をやってる僕でも、ね、嬉しい機能がたくさんあったから、細かい。非常に評価高いっすね、これ、マジで。これ、基本的にどの要素もマジで高評価だから、逆にその懸念点というか、まあ、心配な部分としては、まあ、まず武器バランスかな。ちょっとスナイパーは強すぎる感じがしますね。まあ、まだね、こう、テスト版だし、まあ、ね、全然今後変わっていく可能性はあるから、まあまあまあ、そんな深く気にしなくてはいいと思うんだけど、まあ、これめっちゃ強いんだよね、スナイパーがね。チーターに関しては、まあ中国開発だから、まあ少しは期待していいのかなっていうところかな。んで、あと一番の懸念点は、まあ今のね、時代、FPS 人口っていうのは飽和状態で、まあ基本的にもう何かしらの FPS をやってる人っていうのがほとんどだと思うんですよね。だから、例えばバロラントからこの FPS に移行するか、COD からわざわざこっちに来るか、っていうのは、まだ何とも言えないかもしれないよね。ちょっと、移行してまでやるかっていうところ。これは、僕は全然ありだと思うけど、バロガチってる人とか、COD ガチってる人からしたらどうなのか何とも言えないですね。あ、勝っちゃいそう。あ、勝っちゃいそう。あ、負けた。どうだ？この試合どうなる？どうなる？あー、終わっちゃったか。今回はフラグパンクプレイしていきましたけど、このテスト期間中僕はですね、ちょっと配信でもやろうかなと。これ、ちょっとガチろうかなと思います。いや、それぐらい面白い。よくできてるゲームです、これは本当に。今年出た完全新作 FPS、そのシリーズものじゃなく、を除いて、もうダントツ1位っすね。マジでダントツ1位。
これはね、完成度もう高いから早く出してほしいですね。はい、よかったら高評価ね、いっぱいお願いします。お疲れ様でした。時間かかったけどね、あのチーレスマッチングしましたね。あの非常にシンプルな3連マップ、まあ、100キルすればいいってだけだね。うん、まあ、こんなんもうね、あれがあっち側もしかして敵リスってことか。なるほどね。でもリス固定にすることによってリスポーンシステムを考えなくていいっていうね、開発側がそれはいいかもしれん。やっぱね、リスポーンいいマップを作るっていうのは非常に難しいから、まあね、経験値も必要だろうし。はい、 OKOK ワンダウン、ここもやって OK。 これ下じゃないかな。あ、上もいる。おい9連続キル、30連続キルかOK、 そこやって右やって、まだいるからショルダーワンショルダーしてちょっと前上がる。ナイスキル、これやれるね。 OK、 これ下に2人いるね。1枚やってもう1枚味方に任せつつ、湧いてくるの倒したいな。 OK、 ワオ OK、 頭でかくなってる敵。ああ、どうも。まあ、だからあれだよね。やっぱ、チーデスとか、リスポーンルールにしてしまうと、それ COD でええやんってなっちゃうんだよな。だから、まあ、やっぱ、爆破ルールっていうのが、安牌なのかな。なんか、爆破ルールの FPS は、被ってもそんなに、いいみたいな感じあるもんね、なんか。まあ、あれですね、でもこれは。まあリス固定だし、そんな面白いかって言われると、まあエイム練習だなーって感じだね、本当に。まあ十分だけどね、本当。壁叩いちゃおう。あー、でもこれ、ハメ、リスハメひどいかもしれん。ちょっとリスハメひどいな。あはー、誰も止められない、誰も止められない。あー、これは COD 民芸すぎる。回復せずに行こう。はい、 OK、 処理、43キル11ですですね。半分近く倒しましたね。まあもうだってこれ COD だもんな、こうなるとな。